最高な時間でした。街も最高だし、チームのみんなの選手の雰囲気だったりとか、ベテラン選手のこの若い選手に対する対応だったりとか、そういうチームの雰囲気っていうのも大好きですし、そういった中で4年半、プレーできて100試合以上も試合に出させてもらったっていうのは、本当自分のこのサッカー人生だけじゃなくて人生においてもすごい本当に最高な経験をできたなっていう思いです。一番の思いです。ホッスなんすかね。でも一番の思い出か、一番とか決めれないっすそうですね、本当にプライベートもその生活の部分もサッカーの部分も充実してて、何不自由のない本当に最高な環境でプレーできてたなっていうのを今すごい感じてます。そうですね、心残りはやっぱりタイトル取れなかったっていうのがすごい心残りですね。健太さんはすごい後押しというか、行きたいって言ってたもんなみたいな感じで、めちゃめちゃ優しかったです。怒られると思ったら俺と喋った時は全然背中トントンと叩いてくれて、頑張ってこいよみたいな感じですごい優しかったです。そうですね、今本当さっきリリースが出たんで、まだ奈緒さんとかは直接会ってないんですけど、森君とか、ずっと東京で戦ってる選手に、話もやっぱり、森君とか頑張ってこいよっていうのと、そうですね、待ってるからみたいな感じで言ってくれたので、そうですね、そういう思いも背負って頑張っていきたいなっていうのはありますね。そうですね、今の方が落ち着いてるかなっていう感じですね。年齢を重ねたっていうところもあるのかなと思いますけど、正直どうにでもなっていいやっていう部分もあるし、とにかく何もわからないけど突っ込もうっていう感じの、気持ちでいけますね。そうですね、完全に開き直りですね。どうなってもいいやっていう気持ちの方が強いかもしれないです。そうですね、そのサッカー選手としてももちろん経験もそうですし、さっきも話してたみたいに、その一つのこの人生だったり、その生活の面でも違う、文化に触れたりとか、そういう経験っていうのは自分はすごい好きだし、そういったものに興味があるので、サッカーだけじゃなくて、その生活の部分とか、言葉が通じない状況で、そういう自分がその新しい環境とか文化に触れた時に、どう感じるかっていうのがすごい楽しみな部分もあるので、そのサッカーだけじゃなくて生活の部分だったり、そういったところもすごい楽しみだなっていう気持ちです。そうですね、振り返れば結構いろんなところに飛び込んでいってるなっていう風な人生なので、今回も特に何も考えずに直感でレターが届いた時に、一発すぐに行くって決めたので、今までの決断と一緒な感じがするので、そこの直感っていうのに間違いはないかなと思ってます。落ち着いてたし、いいのか悪いのか、年齢を重ねて今26で、これからの人生とかだったり、どういったものを選択するかとか、
そういうのは、まあ、自分なりにいろいろ考えて、で、まあ、自分にとって何が大切なものかだったりとか、まあ、それはサッカー以外じゃなくて生活の部分とかでもそうですし、まあ、そういったものを考えた時に、まあ、別に東京に居続けることっていうのは悪くないなっていうのも思っていたので、まあ、そのタイミングで、まあ、オファーが来た時に、まあ、実際感じたのはやっぱりこういうタイミングで行かないっていう選択はできないなっていうふうに、それはもう直感の部分で感じたので、まあ、こういう決断になりましたけど、仮にこれがもし行けないってなってたとしても、別に自分にとってこう何かこう落ち込んでしまうとか、そういったものでは全くなかったですね。でもなんか正直僕はその若い時とかっていうのは、なんかこの周りの雰囲気というか、その海外に行かなきゃいけないとか、こうどんどん移籍して上を目指さなきゃいけないみたいな、この周りの雰囲気に対して自分はこう移籍したいとか、まあ、そういうのを言ってたような気もするので、なんか今の方が割と自然体に、その単純に海外で生活してサッカーしたいっていう思いが強くなったのは、本当になんか実際オファーが届いた瞬間に自分が気づいたことなので、なんか海外に行きたいっていう思いが強くなった瞬間っていうのは、レターが届いた瞬間が一番強いのかなと思います。はい、まあ、周りのメディアの人たちもそういう雰囲気で話してくるし、まあ、周り、まあ、その、まあ、大学の監督とか高校のコーチももちろん行くのが目指すのが当然っていう、まあ、雰囲気になるのもまあ当然なんですけど、まあ、そういう流れになんか自分もなんか任してたというか、流れてたなっていうのは今になって思いますね。まあ、基本的にはやっぱり今のいい部分っていうので勝負したいし、まあ、それで実際何が通用して何が通用してないのかっていうのは、まあ、言ってみないとわからないので、まあ、経験して体を慣らして、でそこで気づく自分がこうどう感じるかっていうのはあると思うので、まあ、本当言ってみないとわからないですけど、まあ、とにかく今までこうやってきた中で自分の長所と言われるもので勝負したいなっていう思いですね。ケント君なんか LINE 繋がらなくてでなんかインスタのダイレクトメッセージで送ってたんですけど、まだ返事来てないです。そんな感じでしたね。ケント君行っちゃうのみたいな感じで言ってたら、自分も行くことになったみたいな。そうですね。まあ本当人としてどう感じるかとか、そこが一番楽しみですね。まああんまり特に何も感じてないんですけど、まあ早く現地に慣れて、で向こうで向こうのやつらと仲良くなって、なんかいつの間にかそこがこう自分のホームっていう風に感じれたら、それが一番こう強くなる方法だと思うので、まあ、とにかく早くその環境に慣れたいと思うし、今までもそうやってきたので、まあ、今まで通りなリズムでやっていこうかなと思ってます。まあ、まずはまあシーズン途中で移籍してしまうし、まあ、去年はタイトル目の前にして取れなかった、まあ、タイトル、まあ、4年半いてタイトルを取れなかったっていうのがすごい悔しいというか残念ですけど、まあそんな中でも移籍決まった後でも今とかでも、まあ、メッセージとかサポーターからも届いてて、ですごい応援してるよっていうコメントもたくさん届いてるので、まあ本当しっかり頑張っていきたいなっていう思いが
強くなってきてます。